こんばんは。こんばんは。見ての通り全くビアティン感がありません。昨日ですね、フットサル、サポーターと一緒にですね、ちょっとやりまして、楽しかったな。楽しかったですね、でその時にちょっとユニフォームの方を使用しましたので、ちょっとこの状態ですが、心はオレンジだからな。はい、ではまずは、ビアティン三重、100年構想申請承認おりましたね。おめでとうございます。おめでとうございました。まあそうですね、高い壁いろいろありますけど、あるまだまだ、まあ4位以上の話は、まあチームが頑張ってくれると思いますけど、まあ何よりもホーム平均観客数2000人以上、これがまあ大変だと思いますけども、簡単には絶対いかんと思うんだね。去年ね、平均1000人ちょっと、そうですね、平均、そうね、で三重ダービーが4000人集まっとるんで、まあ実質800とか900とかがやっぱり今の現状なんで、そうですね、そっからまた2000人倍以上持っていくっていうのはかなり厳しいと思う。いろいろやることがそうありますね。でもう今まではクラブにね、あのおね、クラブ頼みということもあるし、なんかイベントをクラブにしてもらって集客とかそういうこともあったけども、やっぱりそうじゃなくて、まあ、うちらもやっぱり一人一人集めやなあかんと思うし、そうですね、まあ、クラブも一生懸命やってくれると思うんで、まあ、クラブもサポーターもみんなね、きちっと一緒になって、やっぱり一人ずつ一人でも多くやっぱり集客をしていくように、あの頑張っていかなあかんと思います。そうですね、まあ、僕たちはもう全力で、そう全力で支える、そうもう皆さんと一緒に上がりたいんで、皆さんも一緒に力ください。一人でも多く、いろんなところにね、日常生活にヒントは詰まってると思うんで、人を集めるツールをみんなで探して、みんなで広げていきましょう。よろしくお願いします。頑張りましょう。